叩いても何もわからないよ、よく熟して中に酢が入ってるぐらいの方が美味しい。その頃になってくると今度はパンパンに詰まってるやつの方が美味しくなる。さあ、はい、前回、うん、大玉スイカと小玉スイカの違いを、はい、教えてもらいましたね、はい、皆さん覚えましたでしょうか。で、今回は美味しいスイカを選ぶにはどうしたらいいかってとこですね、はい、実際、はい、うん、そこが、まあ、気になるポイントじゃないですか、うん、それをちょっと教えていただこうと思うんですけれども。長いよ。それはでもあの美味しいポイントっていうのは今回はどっちのスイカに対しての、はい、あ、もうこっちはね目利きらずなんで、うん、ポイントないです。ないってことね。ないです。小玉スイカやったら一目惚れスイカ、マダーボール、ウリボーっていうあたりかな。あのどれを取ってもあのもう目つぶって買って大丈夫っていうぐらい当たり外れない、うん、どの品種買ってもいいと、うん、はい、大玉スイカのポイントを教えてもらうと。はい、そうです、うん、まずですね、はい、今回のお話させてもらうため前にスイカを叩くなと。叩いても何もわからないよっていうことをまずお伝えしたいです。うん、はい、よくいてはるやん、叩いてる、ね、売り場でもうちでも叩いてはんねん、うんで僕らも叩くよ。で僕らが叩いて分かることっていうのはすごい難しいと思うね。お客さんにとって、うん、お客さん叩いてなんで叩いてはんのかなっていつも思うよね。まあ、ポンポン言ったりボコボコ言うたりしてるけどどこを見てるんやって話だけどね。で叩いたら何が分かるかって言ったら、うん、中が詰まってるかどうかと皮が分厚いかどうかっていうのが分かるんですよ、うんうん、中がバカンって開いたりとかするやんか。あれがあるかどうかっていうのが分かるんですけども、それが分かってもこの子が美味しいかどうかは分からないんですよ。叩かれたらこっちハラハラするんでね、落とさへんから大丈夫かなと思うんでまず叩かないでくれと。まあ、実際ねあのうちの従業員でもたまにこれ落としてパッカーンって割ってる子いるもんね。ではまたスイカを叩きたくなる気持ちも分かんないけどね、はい、まあ、これを僕たちがどういう視点でこのスイカを選んでるかっていうところを含めて、うん、あの何で叩いても意味が分からないのかっていうところを説明したいなと。はい、どうぞ。はい、まず僕たちが買うとき、見るポイントっていうのはスイカ一個一個ってあんまり見ないんですよ、うん、見るのはもう産地ですよ。産地とタイミングなんですよ。4つぐらいのスイカの産地をね継いでいくんですよ、うん、1年の中で、はい、でそれぞれの産地の中にハウス栽培と露地栽培っていう、うん、あのビニールハウスの中で栽培しているものと、うん、本当にお店頭さんの下で栽培しているものっていうのがそれぞれあって、うん、4つの産地にそれぞれ2パターンの栽培方法があるんで、ね、はい、合計だから8つ、うん、8パターンのスイカをリレーしていくっていうのがスイカなんですよ、うん、はい、で関西だったら、まあ、大体大産地といえば熊本、うん、鳥取、信州、山形の4つ、うん、で関東だったら熊本、信州で千葉県が入って最後に山形、うん、で千葉は結構、ね、大産地なんで、うん、もしかしたら関東だったら三大産地ぐらいで作る。だから東日本は千葉ががっつり入ってくる。そうですね、すごいね量作ってるんで。でも多分関西の人は千葉県で聞いてもピンとこないと思うんですよ、うん、あんま見ないですよね。そうですね、見ないですね。っていうのはほとんどが、まあ、東京よりも上あの北側に流通してるのが千葉っていうところなんで関西ではあんまり馴染みがないです、ね、はい、でそれぞれその産地をね一番初めて出てくるのはハウスなんですよ。で熊本で言ったら熊本のハウスがまず5月の頭ぐらいに出てくると、うん、でその時に叩くやん、うん、叩いたらパンパンに張ってるやつが来るんですよ、はいはい、でこの時期にパンパンに張ってるスイカっていうのはただただ若い。うーん、そうだから未熟というか味が乗り切ってないのが多いんですよ。だからその頃だとちょっとポテポテっとしたよく熟して中に酢が入ってるぐらいの方が美味しい。逆に酢が入ってる方が美味しいですね。美味しいんですよ、うん、シーズンがちょっと進んでいくやんか。今度は終わりがけになってくる。終わりがけになってくると今度は酢が入ってるとパサパサなんね、うん、だその頃になってくると今度はパンパンに詰まってるやつの方が美味しくなる。これ難しいよね。そうだからスイカはどのタイミングのスイカを取るかでボテボテの音がいいのかピンピンの音がいいのかが変わるん、はいはいはい、でそれがしかも一致産地だけじゃなくてそれが8回リレーを繰り返すから、うん、今この目の前にあるスイカが例えば熊本やとしたら、うん、熊本県の果たしてハウス栽培なのか露地栽培なのかまずこれを知ってないと意味がない。叩いても意味ないし、しかもこの露地栽培のスイカだとしてこれが初期のスイカなのか後期のスイカなのかが分かってないとさらに叩いても意味がないと。でむずい、むずい。これは分かってるのはこのスイカ扱ってる店でも買い付けてる人だけやと思うわ。
多分スタッフでもなかなかそこまでは分かってないと思う。でもあれよね、まあ、聞いてるだけの話で言うと、うん、そのスイカの流れというか、うん、ストーリーを分かってる人なら分かるよということですよね。で言うたら僕これあの波に例えるんやけども、うんうん、今来てる波がどのタイミングの波かが分かってないとその波には乗れないよと、叩いても意味がないよっていう、うんはいはい、なので叩かないでくれと、うん、っていうところを僕は見て、はい、スイカを買い付けています、うん、いやでもねそうは言うけどうちのスタッフも例えるとね、はい、いやこれ今の時期やから熊本のいやハウスやなうまいよなとか絶対分かれへんしそんなんねいやうちでも直先生ぐらいですよそんな流れを分かってるっていうのはそうなんですよ、うん、もうこんなん完全に今言うたところでそんな分かるわけないやんと思ってますよそうなんですよね。まあおっしゃる通りそうなんですよ。これはもう完全にプロの職人向けのポイントなのでもちろん用意してますよ。もちろんそれこれでは終わらないですよ。これではもう6本とも埋まらないですから、もちろん皆さんが分かりやすく普段スーパーで使えるポイントっていうのも用意しております、はい、教えてくれるんですか。あもちろんですよ。ただこれもやっぱり長くなるんで また過ぎて分かりました。じゃあそのプロの目利きじゃなくて次回の動画では、うん、もう普通に見て分かるような 見方を教えてくれるってことですよね。そうです、はい、分かりました、はい、では次回もよろしくお願いします。